チャンスあったぞ。待ってました。いやいやいや、本当に。なんとかなってよかったです、本当に。吹き上がりました。足的にはそんな吹き上がってないと思うんですけど、もう本当に竹内がすかさず言ってくれたのと、もうああダメと思ったら浅井がまくりに転じてくれたことにつきますね。あの9のあのあれは本当予想外でしたから、はい、本当に突っ込むながらもうやめてとか思いながら言って、でそのバックでのグーってやってを勝手にヒューって言っただけなんで、本当に前2人のおかげですね、はい。まあでも富山ならではの突っ込みという感じがしますけど、まあそうですね、ここは明日もう一丁あるとは思わずにフリーパスっていうふうに思って、はい、ちょっと弱気な部分もあったんですけど、やっぱ松崎さんのあのね、覚悟をもらったというか、はい、そういうのあったんで、チャンスがあれば頑張ろうと思ってました。明日二次予選もう一丁なんて思ってたら、明日も勝てる保証ないし、みんな今回強いからね。なんで本当にたまたまですけど空いたりして突っ込めてよかったです、はい、ビンビン伝わってくる感じですね。本当ですか。だとすれば嬉しいですね、はい、地元ファンにもアピールできたかな。ダメで、浅井がドアを信じ取った力、まあ、そうですね、まあ、あの人はほら普通のマーク屋じゃないから、もう自力で選手だから、あれで例えば北野松崎とかだったらもう終了って感じですけど浅井北野だからやっぱ、ね、もう一回頼むぞっていう、はい、本当に信じてました、はい、したらやっぱもうシューって言っちゃったから、あもうこれ言ってくれたらラッキーと思ってたら3コーナーでコーンってなってたから頼むってと思って、はい、もう誰かが小倉隆二みたいだったって言ってたんで、はい、もう選手冥利につきますね。集中なのかもうやけくそだったのか分かんないですけど、はい、よかったです、はい、明日そうですね、ゆっくりでもないけど、はい、上手に走りたいです。明日はもう浅井に任せて、浅井がどうするかは知らないんですけど、なんかこうやって村上さんにみたいなこと言ってましたけど多分ダメだって言われるでしょうから、はい、多分2人だと思うんで、はいはい、頑張ってもらって、はい、とにかくそうですね、明日無事に走って、はい、明日こそは無事に走って準決勝です。展開ですね、それは、はいはい、足は一番ないでしょうから僕が、はい、みんな強いメンバーですからね、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。